ゃん。はい、皆さんおはようございます。どうも、ツアー、もう、ツアー開始何日目にして、今ツアー何日目かを忘れてしまいました。岩国、福岡、佐世保、佐賀、熊本、ツアー6日目ということで、今日は鹿児島に向かっています。いや、鹿児島はですね、実は、ツアー6公演目にして、初僕の行ったことのない都道府県ということでですね、超楽しみですね、鹿児島。よし、鹿児島市のですね、明日の地図さんというところで、今日演奏させていただく予定です。昨日はね、やっぱりちょっとコロナ禍の中で、キャンセルが相次ぐ中でもこう、開催していただけて本当感無量だったんですけど、今日もね、鹿児島の方は、まあ、聞いた話によると春頃にもう、去年の春頃に感染者が、出始めてから結構もうその繁華街の方は閑散としてるみたいで、なのでやっぱりこう、まあたくさんの来場はまあ見込めない中でも、まあ、今回、ありがたく開催して、ということだったので、無事たどり着いて、演奏したいと思います。温泉マークの人吉市スーパーですね。いや、この人吉なんですけど、今回のねツアーカメラマンの富さんのゆかりの地ということで、本当はちょっとこの温泉にもね入りたかったんですけど、一応熊本県の方から移動自粛要請の方もあるので、今回はちょっと残念ながらね断念して通過するんですけれどもね、まあ、去年の夏のね水害は皆さんニュースで見たと思うんですけれども、本当にこう甚大な被害があった中でこう皆さん頑張ってすごい速さでこう復旧を今ねされてるところですけど、本当コロナ禍の中で、コロナ禍プラス、ね、この災害復旧ということで、本当に二重苦の中皆さんで、ね、頑張ってらっしゃると思うので、ね、ウイルスが落ち着いていけるようになったら、人吉でもちょっと、演奏して温泉にね入って皆さんと交流したいなという気持ちを、持ちつつ通過します。いや、早くコロナがなくなるといいな、早く復旧しますように。宮崎県に突入しました。すごい、あ、これがループ橋か。すごい、くるくるってなってるからループ橋という名前だそうです。でちょっと小腹が空いたのということで、ここでなんかお菓子かなってこようかな。はい、旅のお菓子レポートということで、今日はこの西郷せんべい食べてみたいと思います。すごいな。ちなみにね、結構西郷アイテムがあっちたくさんあってね、西郷チョコとかね、西郷ポテトチップスとかね、いろいろありましたね。じゃあちょっと早速食べちゃおう。なんかオールドスクールな味がするんじゃないかっていうのが自分の勝手な予想なんで、結構柔らかい、サクッとちぎれた、首がちぎれてしもうた、首取ったぞーって。いやー、この子、おいしい、ほんとよく甘い、めっちゃこれはもう懐かしい味。あ、結構空気がたくさん入ってるからこうライトに食べれますね。これ一人で2枚全然いけるな、でかすぎるかもとか思ったけど、鹿児島にお越しの際はぜひ食べてみてください。最後せんべいでした。おいしい、まっ。初鹿児島、人生初です。すごい、なんかすごい街の雰囲気がね、ちょっとなんか沖縄っぽいっていうか、トミさんは広島っぽいって言って、なんか明るい街ですね、明るい雰囲気。
はい、ということで、無事鹿児島到着しましたということで、ちょっと上に上がってみましょうかね。よし、じゃあ今から頑張ってきます。あ、もう7曲目ですね。こちらですね、今日来て、ちょっとサウンドチェックしてるときに、明日の地図さんにね、ミス明日の地図さんに、リクエストしていただいた曲です。お名前は何ておっしゃるんですか？あ、末永と申します。末永さんですか？はい、下の名前は？あ、新子と申します。新子さん、はい、新子さんからリクエスト。すいません、ミス明日の地図とか言っちゃったので、ペンネームみたいなやつです。ちょっとリクエストしていただいた曲をね、ちょっと演奏したいと思います。なんかこの曲、僕ね、カタールで最初やった気がしますね。なんかジャズ・アット・リンカーン・センターっていう施設が、昔、ニューヨークのジャズクラブの支店をこうカタールはドーハっていう街にね作ってた時にね、そう、結構今時珍しくこう5、6週間とかそういう単位で、まあ一バンドニューヨークから送られて、でまあずっとそこでこう演奏するんですね。なんで結構こう地元の人と知り合えたりとか、あとはまあまあ、異文化を知る、異文化にどっぷりつかる面白い機会があった。その時ね、確かレバノン人のね、セビンちゃんっていうね、人が歌ってた気がするんですよね。ちょっとその砂漠を思い出しながら、ちょっといただいたリクエストを演奏してみたいと思います。お聴きください。めっちゃうまいですね。また鹿児島もぜひ、はい、鹿児島ジャズフェスティバルってイベントもやってて、はい、いつかお呼びできたら、はい、すみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、はい、おかげさまで無事ライブを終えることができました。ね、本当にもうこんな状況の中来ていただけて感謝感謝でした。ちょっとね、明日は宮崎公演がオフになってしまったので、大分に直行して、明後日大分公演、頑張っていきたいと思います。今日も見ていただきありがとうございました。